はい、今回は動物の森ハッピーホームデザイナーをやっていきたいと思います。続きからやっていきます。前回はなんかキャラメルという人のなんか家をねデザインしました。で、今回はなんだろう。おー、こっちか。お、なんだろう。ああ、お客様リストね。ああ、キャラメルか。キャラメルの家に行くんだね。じゃあ今から行けばいいってことね。ここだよね。で、これがキャラメルだね。出発。こんな感じか。到着。キャラメル様のお家。ああ、後ろの L と R だね。それで写真を撮っていくってこと。あ、これ持ってる。あ、アミーボは持ってないか。なんだっけ。なんか、僕が買った、なんか、動物の森はなんかライターセット。NFC リーダーとライターセットがね、ついてるんですよ。だから、あとアミーボカードだよね。アミーボカードも持ってる。なんか、ついてきました。両方あります。まあ一応これは今度、もう一回やってみたいと思います。これはなんだ？そういうことね。あ、だけど、あんま写真撮りたくないんだよな。いいかな。ということで、帰りまーす。おー、到着。おー、こんな感じか。へえ、こんな感じだね。こっちはなんだ？あ、ここ多分行けるね、多分。ここは駅だね。ここもなんか家だね。で、ここは川か。釣りとかできないのかな？川があるけどね。多分できないでしょ。デザインだからね。まあ、一旦戻ります。お茶。うわ、バリバリ仕事か。本間さんだ。なんだ、本間のおじさん。この前のってキャラメル？あ、違うのかな。まあ多分また新しい人かな。外に出て誰だ。お、なんかなんだろうこれ。希望イメージ、スタイリッシュで都会的な空間ね。都会的な空間？なんかビルとか建ってる感じかな。都会的な空間ね。
なんだろう。都会的な空間。都会だから、なんかテレビとかかな。まあやってみよう。うん、やっぱなんかこういう感じか。これ何？そういえばなんか誰かコメントでコピーできるとか言ってたよね。どんな感じでコピーするんだろう。まあ一応やってみよう、まずは。まずは、都会的だから、都会的だよなぁ。これだよね。これ？緑の椅子。で、あとは、ここだから、こういうソファーかな？で、あとは、ちょっと待てよ。シンプルなクローゼット。お、来た！よし。あ、違う。あとは何だろう。このぐらいかな？あと、テレビ。じゃあ今からやっていきたいと思います。これをこの真ん中に置こう。一旦これはここに置いといて。で、テレビの前に机。で、これ椅子だよね。椅子っていうかソファーか。じゃあまあこんな感じで。おっと。こんな感じかな。こんな感じ？あとベッドだ。最後にベッドかな。ベッドはこういうシンプルな。さあ、よし。やっぱ立てたな。オッケー。で、あとはまあ、壁紙はもういいでしょう。こんな感じかな。じゃあ、よし、トムソンか。完成しましたスタイリッシュで都会的な空間。どうだろう。テレビも一応つけたからね。いいかな？なるほど、こうなるんだね。ありがとう。パチパチをゲット。はい、セーブ中。お疲れー、ありがとう。おじさん、本間さんも あなたのことすごいってずっと感心してたから。おー、ありがとう、ほんとに。だけど、センスないんだよな、僕、ほんとに。まあ、バッチ、まあ、もちろんでいいよ。
明日はフリーだから、また店の前でお客さんを探してきてもらおうわね。ということは毎日あるってことか。まあ、一応今回はね、ここまでにしたいと思います。また日報？日報を書くのか。日報を書いて終わりたいと思います。日報を書くっていうか、セーブだね。今回はだ、誰だっけ？ソマソン？スマソン？なんだっけ名前。まあ、いいや。今日編集の時に見ときます。はい、ということで一応今回はここまでにしたいと思います。ちょっと今回グダグダな感じでほんとすいませんね。次回はまあ、なんかこういう感じでいきたいと思います。ということで一応今回はここまでにしたいと思います。見てくれてありがとうございます。あとチャンネル登録、あと高評価もお願いします。では、さよならー。